おはようございます。MC 松島です。底辺 YouTuber でございます。お前に食わせるタンメンはねはい。というわけで今日は第2回「ラップスター誕生2020」感想でございます。えっ、ー、とまあ先週に引き続きとても面白くて楽しめました。 個人的に気になった人はですねパラライニーさんがちゃんとオートチューンを使って歌っているっていうのが良かったなと思いますそして MC ライムさんがすごい可愛くていいなと思いました応援したくなりますそして KON さんっていう方はすごいめちゃめちゃラップうまいなと思いました で結構なんかあのー、今週は23人コンデンサーマイクの前で歌っているっていう映像があったんですけどあれはマイクはどうしてるんですかねおけ流してマイクはまあ歌ってるふりだけしてんのかなうんなんかまああと、まあ、こあと一番いいなと思ったのが GNT さんえー 今までのラップスター誕生のまあ見てなかったんですけどそのラップスターになった方々の傾向とかを見ると GLT さんラップスターに今のところ一番ふさわしいんじゃないかなって僕は思いますあの人が、えー、有名になったりこう活躍していくところを僕は見たいなと思いましたで時点で先週出てたイタック GNT さんとイタックかなっていう感じ今のところ。であの番組の最後の方にイエローバックスさんのアルバムの話とかトレーラーもすごいかっこいいのが流れていてそういう昔の過去のこうチャンピオンたちのケアもちゃんとしていくっていう感じがすごく番組としていいなと思いました。で ツイ Twitter とかでは k w さんの発言がちょっと何か話題になってましたけども「スマホを見ている人は落としました」っていう。で m c ライムさんが謎のノートを見てラップしてるのに最高って言ってて、えーまあ、僕は Twitter だけ見せたらまた k w さんなんかその老害っぽいことを言ってんだなって思ったけども番組を見て思っ たのはちょっと違って、まず実際1000何百人審査しているっていう気持ちは視聴者はちょっと分かってないんじゃないかなって思います。まず1000、えー、何百人審査して全員の、えー、ラップを覚えてるわけでもなければ、こうかなりこう第一印象で削ってっていく人もいると思うんで、えー、意外とこう見た目だったりその映像の質で、えー、イメージが悪くなる人はいっぱいいると思うんです。で個人的に。 あの僕も送るとしたら、えー、歌詞は見ないいで撮るかななって思います最低限なんでその KW さんが言ってるのは見ながらラップしてんじゃねえよっていうんじゃなくあのもうちょっと撮り方工夫し,しないと勝てないんじゃないの千何百人もいるんだから違いとかかっこよく見せる工夫とかっていうのはあった方がいいんじゃないのっていうことだと思うんですよね。そそう考えるるとと別ににんなに変ななな変こと言っっててわけじゃないのかなって 思いますあとそのラップに関してとかそのスタイルに関してはやっぱりアメブレイク伊藤さんが言ってることが本当に参考になるかなっていう感じがしますあとシ椎タさんがやっぱりいいですねコメントが なんかあのすごい素直に楽しんでる感じでまあなんかすげえ僕も見ててそのほんと見るたびにこのラップスター誕生の感想を言ってる場合じゃないなっていう気持ちにすごいなるしラップ頑張ろうっていう気持ちにもすごいなるんで個人的にはすごい刺激を、えー、受けて、えー、いい感じだなと思ってます。 ただ、反面まあ僕今今年33になる年なんですけど30代の人が未だに出てきてないっていうのがあるんで何とも言えないけどちょっとねあのまあ一概には言えないけど一視聴者としては半分ぐらい今、今週で20人出たけど20人のうちの半分ぐらいは僕の方が優れてるんじゃないかなって思います、正直。 なんでちょっとどうなるかわかんないけどこう審査員がどう見るかわかんないけど次会ったらちょっと出してみようかなって思いました30人にはは入れるんじゃなないいかっって僕はちょっと思いました全員が全員マジでやばいわけじゃないというかあのまあちょっとね何とも言えないけどそれはあの僕が決めることじゃないんで何とも言えないけどあの実際ねそのまあ あのテレビでスポーツ見ててこんぐらいの球打てそうだけどなーって思っても絶対打てないね素人にはっていうのはあると思うんだけど、えーまあ、や実際にやってみるのと、えー、こうテレビで見てるのは違うとは思うんだけどもこうなんとなくね30人には入れるんじゃなないいかなって思ういました、はい、だから次来年かな来年の早くて来年の春かな。 来年の春か、もしかしたら今年の冬にもう一回あるのかな分かりませんけどちょっと次会ったら出そうと思うんであの募集始まったら教えてください。気づいたらね募集始まって気づいたら募集終わってるみたいな、ね、今回もね出してみようかなってでもあの思ってたんだけど何て言うか、まあ、今回気づかなかったかな前回は出そうかなって思ったけどやめたみたいな。 だから募集始まったら教えてくださいであの何て言うのかなあのまあラップスター誕生自体見たことなくてでそもそもその何て言うのかなその応募することに抵抗感もあるわけですよねまあ年齢もあるし、まあ、10代とかね20代前半ぐらいの子がチャンスを、えー、も,もらう場所だと思うんでね本来ねだからあの何て言うのかなまあ今更。 こう中途半端なね、僕とかが出すのもなんか抵抗あるし、そもそも、あの何て言うのかな、人にこうまあ言っちゃえば同業者なわけですよね、ラッパーもね。まあ伊藤さんとかもいるけど、同業者に審査されるっていうのも抵抗感もちょっとあったりもして、でもそんなこと言ってらんないなって思いました。みんなすごいかっこいいし、番組も面白いしあのなんか思ってたよりは信頼できる番組だなってすごい 思ったんでちょっと次出してみようかなみたいな感じに思ってきました。だから1回目からね見てたらまた違ったのかなと思いますけどね。なんかうんちょっとねあの興味が出てきましたっていう感じです。はい。K.W. さんがね言ってるのはそんなに変なことじゃないと僕は思いましたね。あとねそれだけかなうんまあ来週、えー、30人から10人になるっていことなんで個人的にはイタックと G.N.T. さんに頑張ってほしいなと。 GNT さんがねスターになるとこ見たいなって感じですね個人的にはそんな感じでした、えー、あとラップスター誕生と、えー、半沢直樹と、えー、フリースタイルティーチャー毎週見ていこうかなって思ってるんで、えー、皆さんもぜひチェックしていってほしいなと思いますあとまあ私事っていうか、まあ、宣伝なんですけども毎週 金曜日夜10時にマッポングランプリという、えー、ラッパー育成バラエティを、えー、この YouTube チャンネルでもやってますんでそちらの方も、えー、もしお時間あれば何卒よろしくお願いいたしますという感じでございました、はいえー、ラップスター誕生面白いですね、えー、ハイスクールダンジョンも見てみようかなちょっと思ってきましたあざっす